はい、というわけで今日も元気にシロクロチャンネルのお時間です。もうね、来ていただいた皆様にね、全部やってもらってるんですけども、今日はですね、ご縁がありまして、モンストで実況やっているシューちゃんとね、来ていただいてガチャ対決をやっていこうと思います。イエーイ。じゃあ自己紹介しよう、写真最初にね、なんかめっちゃコスプレしながら実況してるの見てたよ。本当ですか？あ、見てた。結構セクシーアングルで撮ってるね。いやもう恥ずかしい。なんで今日コスプレじゃないですか、先輩。いや、ちょっと今日本当はコスプレしようと思ってたんです、だけど、さっきまでチクチク塗ってたんですけど。あ、そうなんだ。間に合わなくて。また次回、はい、まあそんな感じなんですけども、で今回ね、その獣神祭対決をするんですけど、まあガチャ対決をするんですけども、40連やるんですが、最初の20連をシロコチャンネルの方で動画上げて、シュウちゃんの方で後の20連をやっていこうと思います。で、罰ゲーム、ディリリリリリリリ、サドンデスソース。イエーイ。シュウちゃん苦手なんだよね。ダメです。やばいよ。ジョロキアってあの唐辛子のすげえやつ。ジョロキア知らないです。ジョロキア使用シリーズ最強の辛さ、激辛。まあスプーン一杯食べるプレイです。スプーン一杯って結構、スプーン一杯ここにやるんですけど、そうだね。これ結構大きいです。そうだね、ちょっと今日戦闘不能になるかもしれないね、この後ね。やばいね。まあ出せばいいんじゃないですか。でも見て、シュウちゃんさ、めっちゃ持ってんの、キャラ。見て、ルシファーいるよ。1体ずつ。1体ずつ。あ、なるほどね。あと、ほんと出ないんですよ、ルシファー。今回、でもね、最近引きが強いんで、超いける気がしてるんですけど。いや、出るんじゃないですか。ね、ちょっと頑張りたいなと思ってるんですけど、まあそんな感じでやっていきたいと思います。ルールなんですけども、星4が1点。で、星5が3点。はい。で、獣神祭限定のキャラが出たら5点で、合計点数で競いたいと思います。じゃあやってこう。どっちかいく？最初はグー、じゃんけんぽい。よし、勝った。あと、後付き。さっきか。頑張って。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。何狙い？一応、カムイいるけど、2体目欲しいんですよ。カムイは？カムイいない。あ、じゃあカムイが出たら嬉しいね。そう、カムイと、まあガムちゃんね。ガムちゃんは進化もカミカも使いますからね。いいですね。行きましょうよ。出ないで。めっちゃ出たらどうしよう。もう帰るわ。じゃあ帰る。じゃあ行きます。はい、お願いします。10連、1回目、行きます。あー、音鳴ってる。確定とか言う？来てない。確定来なかったけど、行きます。シュートライクショットとか言ってた。今ここ聞こえてないからね。言ってない。あ、ちょっと止まった。本当だ、カムじゃん。あー、マットハッターかな。あ、マットハッターかな、確か。あ、めっちゃ強いじゃん、やば。最近引いてた。あ、マモンだ、めっちゃ使えるよ。マモン来た。マモタスめっちゃいいよね。マモタスめっちゃいいよ。ありがとうございます。もう1回ぐらい止まってほしい。カドラ。ああ、ピレヒラさん、ピレヒラさん。あ、わかったですね。正解。よかったー。おめでとうございます。いや、いいじゃん、いいじゃん。え、マモンめっちゃいいから。マモン。いいよね。嬉しい。ありがとうございます。あそこで、覇者の塔の。ニート、あんかやけどね。私まだ23止まりなんで、覇者。あ、もうちょっと先かな。28とかそんぐらいだった気がする。もうちょいで。でもじゃあ、使えるんで。めっちゃ使える。育てます。どうも、おめでとうございます。では、シュウちゃんの10連の結果は、星5が2体ということで14点です。はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきましょうよ。もう10連もう10連いっちゃいます。シュッつって、それから交換音する。交換音しようか。交換にします。あ、これだこれだ。あ、行くよ。今日私もう出したよ。今日は出せる気がしてんだ。すごい大画面ですね。大画面でしょ。これめっちゃいいですよ。あの、6プラス。あ、これ超やりやすいよ。やりやすい。ただゲームをやるためだけに6プラスでしたから。あ、そうなんだ。もう本当に行くよ。はい、行くよ。お願いします。写真見てないよ、確定とか。はいはいはい。あ、もし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 。いきます。あー、頼むよ。何も言わなかったわ。この止まんない感ね。止まんない感ですよ。止まんないわ。でもちょっとへこみますよね。ストライク4体ぐらいか。おー、来た。やばい。待って。あー、
なんだっけなんだっけ、ジークフリードさんだ。結構古いキャラですよね。あー、やったやった、ノブ、ノブ、ノブ、あー、やばいやばいやばい、ニーベ・ナランサー来ましたね。ジークフリード初めてだ。おめでとうございます。信長さん、信長さん、信長さんのこのちょっとフォルムよ、フォルムよ、古い感じよ。そうですね、髪顔はちょっとおしゃれだけどやっぱ時代を感じますよね。うん、で、ニーベさんですね。え、めっちゃいい、めっちゃいい、羨ましいです。ニーベめっちゃ使いますからね、重力バリアとあのダメージオールダブルアビリティ。お、いいですね、ちょっと計算する、計算する。というわけで、私の10連結果は16点です。今回調子いいわ。いやー、負けてる。あ、この間引きました。あ、そうなんだ。よーし、じゃあ次、続けて、うん、行きましょう。じゃあ行きましょう。行きます。頑張れ、頑張んなくていいけど、頑張れ。あー、もうルシファー画面です。ルシタソ、ルシタソ、行きますよ。お願いします。行きます。いいいい、長い。あ、もうこれ急ぎよ、急ぎよ。いたいた、ストライクショットとかいた。全然いてない、いてない、いてない。全然ノーマルです。ノーマル、止ま、止まろうよ。カノックさん、カノックさん、あ、やばい、ちょ、やばい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 、あー、ちょ、待って待って。あー、ドボーンかな、これはね。シュリーちゃんとか出たね。ラックが上がるね。チャイコフスキー祭りかな、チャイコフスキー祭りかな。あかん、あかん。これで、ね、10点ですね。なんでスーちゃんの、20連結果でるーたん、24点です。やばい、私はあの24点もうダメじゃないですか。え、でもね、40点だからまだ後半戦があるから。あー、そうですね。でも今のところはちょっと勝ち逃げ確定ですよ、この動画。あー、やばい、まあ、とりあえずね、引いていきたいと思いますよ、私は。ダメないのか、いきまーす。はい、よいしょ。あ、あっさり来ましたね。うん、言わなかったけど。言わへんかったけどな。さあ、どうですかね。あ、リブレに追っかけた。すごくないですか、神すぎる。あー、なんだっけ、なんだっけ。うわ、すごい。貫通、貫通ダメージオールの王子様。ギムレット、ギムレット、ギムレット、今まで出てなかったんだ、的な。やば、え、待って、今が星5、星5だよ。やばくないですか。やばい、やばい。デス、あー、やばい、デス、デス、デス。え、やばくないですか。あ、ブー、ブー、ブー。やばい、髪引きすぎる。本当だよ、やば。ムータソー、ムーちゃんと、あとニベルンゲー、ニベルとギムレットとか出なさすぎて。ゼウス、来た、ゼウス、おじいなんか、ゼウスももうなんか重心化、重心化ちょっとかなり待ってます、本当に。来ます、来ます。いやー、私もこの間来てくれた。来た、おじいちゃんが。やばー、今回いいわ。ちょっと計算、すごい、もうちょっとなんか死が、死の未来しか見えないんですけど、3412でしょ。でーん、というわけで、私の結果は34点なので10点リード。これやばいよ。勝てるんですかね。ルシファー出たら10点ぐらいしといた方がいいんじゃない。特別ルール大丈夫。そうだよ、やば、本当ですよ、やばい。でもね、ギムレット結構嬉しいですね。あの、なんだっけ、あの、あれあれを、毘沙門天とか結構使えたりするじゃないですかね。今までニーベちゃんとか連れてったんですけどね、ギムレットも結構使えるんで育てたいと思います。髪引きすぎましたね。なんかね、最近結構来てて、本当交通事故とかあるんじゃないかと思って。当たり、当たり、どう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 、あのね、全部来てる、全部来てる。白猫も結構かなり髪引きだったし、そのまあダルタニャン出たっしょ。ダルタニャンはやばい、やばいし、やばいし、10連でナポレオンダルタニャンですよ。もう本当にバッタバッタですよ、動画が。なぜかそうなんですよね。ああ、引き上がって、バッタってなるんですよ。かったねっていう方はね、ぜひぜひいただいてね、はい、コメントとかいただけると嬉しいなと思います。はい、で、こちらね、後半戦の動画なんですけども、なんとね、しゅうちゃんの方でもうすぐに上がってます。はい、ので詳細欄にリンクがありますので、そちらの方がね、後半戦ぜひぜひチェックいただければと思います。これ勝ち確やで。やばいやばい。いいよ、ルシファー10点でいいよ。いいですか。もういいよ、いいよ。私勝ったら10点だけど。え、じゃあ、じゃあもうその特別ルールで、特別ルールで、はい。で、なんか白子じゃんけん、白子じゃんけんじゃない、白子ちゃんでじゃんけんっていうのがありまして、はい、で、最後ね、じゃんけんするんですよ。お、一緒にやってもらっていいですか。はい、行きます。せーの、白黒じゃんけん、最初にゃん、じゃんけんぽい。お、終わりましたね。チョキなので、グーの人は明日いいことあるかもよ。
では、今日も最後までご視聴ありがとうございました。続きもぜひぜひしゅうちゃんの方チェックしてくださいね。よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。